はじめまして。はじめまして。違うな。えー、ゼロ赤いです。えー、小川博の YouTube チャンネル、10分で新書のコーナーです。よろしくお願いします。えー、ナビゲーターを務めるのは、小川博の分身、徳丸です。えー、小川博が出ないのは、えー、カメラの向こう側でディレクターをやってるからです。これ、台本読みながらね、やってますんで、えー、どうしてもね、 えー、パペッ、このパペッとつっ,っちゃった、えー。パンダ、僕、徳丸って言うんですけど、えー、徳丸をね、動かしながらじゃないと、えー、どうしても YouTube を撮ることができません。全部一人でやってますんで。なので、えー、このね、動画は、私の徳丸が深海進行役を務めながら、目指していただきます。はい。えー、部屋はね、この後ろ、えー、なんか、 左側にちょっとなんか書類っぽいのが撮ってたり、えー、あと後ろにね、本がいっぱい写ってますけど、これは、岡、え、田、ー、博の仕事部屋、狭い仕事部屋から、えー、で撮っています。こんな感じです。で、えー、ゼロ赤いなんでね、えー、10分で新書というゼロ赤い、えー。まあ、皆さんもね、お察しの通り、えー、NHK の 100分でで名著の全くのパクリでございますただし、名著を紹介するとは限りません。迷うの名著かもしれない。そして、本当の名著かもしれない。まあ、とりあえずね、10分で新書を読んでいこうということなんですけども、もうね、すでに、えー、2分ぐらい経過しておりますので、賞、えー、味0和解は8分ぐらいで紹介していこうと思うんですが、えー、8分でね、紹介するとなると、 えー、大変著者の方に失礼にならってしまうので今回はゼロ和い、しかもつたないゼロ和いなので、えー、自分の新書を紹介していきたいと思います自分の新書だったら単なる宣伝捨てまおつって言われてもね全然問題ないかなーなんてね思ってますんで、えー、じゃあ行ってみましょう100分でいや100分じゃない10分で新書 はい。ということでね。はい。ということでね。えー、私、徳丸がお送りしております。10分で、新書。ゼロ和解は、えー、小川博、まあ本人ですね、の新書からいきたいと思います、えー。ちなみにね、私、あの、和歌山県出身でございまして、えー、7、8年前に博に変わりました。えー、和歌山県ね、えー、南紀白浜、 まあアドベンチャーワールドの近く、ね、パンダ有名ですけども、そこで変わりました。ということでね、えー、和歌山県出身なんですけども、えー、今回紹介するのは、こちら、ちゃちゃんいきなりアップで来たので、見えるかなこれですね。はい。これが、あ、これ立っといた方がいいな。よいしょ。ちょっとね、カメラがね、近すぎるっていうかね、手がね、 僕の手の距離までしかね、あの、遠くへんになれないんで、こうなりますが、えー、私鉄特急の謎、えー、イーストプレス、イースト新書9ですね、デーベルは、の、です。え m、ー、a z o n でも販売しております。えー、なぜ斬新なデザインの列車が急増したのか。ね、こういう、えー、なんか、帯に、置いていく方にも書いてありますけども、えー、私鉄特急の謎と言ってますけど、 まあ基本的には謎はないです。んえ根本的なことを言ってしまったかなで、えー、私鉄特急のね、えー、15社を取り上げております。えー、私鉄、大手私鉄15社。えー、大手私鉄というのはですね、えー、16社ありまして、日本には。えー、特急がないのは東京メトロですね、えー、になるんですけども、それ以外の私鉄には、 特急というものが存在しておりまして、まあ、有料特急、無料特急、まあ、いろいろありますけども、それらの特急に乗ったり、紹介したりしています。えー、ね、えー、ここのね、表紙もつけますけども、じゃじゃん、下の方、えー、この左側の赤いやつがですね、えー、小田急ロマンスカー GSE というやつですね。えー、で、右側の方が、えー、近鉄島風。 ね、これはすごく豪華なやつでほとんど乗ったことある人いないんじゃないかなっていうぐらいねまあ結構豪華な特急ですで、えー、そのね島風の上に映ってるあの丸っこい銀色のやつ島和代さんがデザインした、えー、西武のラビューこれですねでその左側、えー、ちょっと青くて正面黒と銀色の顔をしていますがこれが、えー、名鉄の えー、ミュースカイというやつですね。空港に行ったりするやつなんですけど、最近空港以外に増してんのかなうん。で、その右側、えー、この白と、白いのが東武鉄道ですね、えー。はい。東武鉄道。で、この上が南海の、南海電鉄の、えー、なんだっけ。ラビューラビューじゃねえや。えー、ラピートですね。はい。ということになります。 で、えー、これをまあ他のまあ他にも乗ってるんですけどね、京王とか京急とか、まあ、京阪とか阪急阪神西鉄なんかも乗ってますが、えー、これらを15車乗って紹介する沿線とかね、乗ってね、まあ、鉄道のねマニアさんっていうのはまあ車両にねすごく興味関心を持ちたあるんですけども、まあ基本的には旅をね、乗って旅しましょうみたいな感じなんですよ。で 私鉄って、まあ路線が短いので、旅するって言っても、まあなんて言ったらいいんですか、2時間も乗っちゃえば、大体特急なんていうのはね、隅から隅まで行けちゃうわけです。なので、まあその短い時間だけども、こういう楽しみができるよと。うん。っていうのがね、まあそもそもね、最近、国、まあ確実はないですけど、JR なんかもね、新幹線を除けば大体そんな2時間も乗る。長距離走るっていうのはね、大そんなにないので、 まあ旅っていう感じもなくなってきてしまったかなみたいなねもう本当移動手段っていう感じですけどもそれでもやっぱ楽しい楽しいって楽しいっていうことをね頑張ってね移動時間スマホ見るだけじゃなくて車窓を眺めたり駅弁買って食べたり駅弁もね最近ないですけどもコンビニのね おにぎりだとかね、そういうのになっちゃったりしますけども、そういうのをね、食べながら、コンビニのおにぎりでもね、食べながら、食べてもね、外を眺めて、おお、あの山綺麗だな、富士山、やっぱね、新幹線のと皆さん富士山見たくなるじゃないですか。だからそれと同じような感じでね、まあ、あの、なんか綺麗な山なんだろうな、とかね、あの川なんか綺麗だな、おお、海だ、海だ、おお、きれいだ、綺麗だっていうね、そういうのね、 いろいろ特徴あったりしますんで、沿線のね風景。工場の風景見,た見てもね、なかなか楽しめますよ。そううね、東京タワーが見えるぞ、みたいなとかね。東京タワー見えるかな <laughs> まあそういう、ね、感じのなんかポートター、神戸のポートタワーやー、みたいなのでもいいですし、まあそ,うね、そういうのなんかランドマーク的な建物を見たり、そういうのを車窓から楽しもうよっていうのが、こ,んこの本のコンセプトになります。 でね、まああの、まあ、難しいこといっぱい書いてあったりもしますしなんで、まあ、マニアさんから言わせると「なんだよこんな簡単なことかよ」「俺全部知ってるよ」みたいな感じかもしれないんですけどもまあこれね知識ね新書っていうのは知らないことを知るまあこれ一つの本の読書の楽しみなんですけども知っていることを再確認するあこういう考え方があるのかとかねそういうね知識というよりも考え方 方の視点を広げる、視点を広げるっていうことね、このことが大事なのかなと思っております。ねそろそろ10分になってしまうので、指、え、名、ー、に入りたいと思うんですけども、えー、このね、10分で新書、0話会ということでね、もしかしたら、もしかしたら、今後ね、いい動画が撮れるようになったり、編集技術で、編集マジックで、いろいろね、いじれたりする可能性もあるんですけども。 まあ、そうなると、これが消えてしまって、伝説のゼロ若いみたいなね、になる可能性もビレゾン、ビレゾンなんですけども、まあ、とりあえずは、えこれで、今回は終わりたいと思います。10分で新書、なんだよ、そんな、なんか、当たり障りのない話、冒頭舐めただけじゃん、みたいなね、ペロッペロッペロッっていうね、話かもしれませんけども、皆さん、アマゾン、書店、 まあできればね、書店で買っていただきたいんですけども、最近書店もないですから、まあ、Amazon でポチッ、まあ、ネットでポチッって、ね、ポチッ、ポチッ、ポチッっていう感じでね、買っていただければと思います。はい、まあ、図書館に行ってね、図書館で借りていただいてもいいんですけども、図書館もね、なかなか最近は置いてなかったりしますので、ね、よろしくお願いします。でね、チャンネル登録、それなんかもね、えー、まあ気が向いたらでいいんで、ね、お気軽に。 チャンネル登録していただければ1000人超えると生配信生配信やりませんけどね多分ねこの1人で撮ってるんでね全部ねはいということで今日はこんな感じで終わりますバイバーイ